好，我是吴翔。今天呢是文章来台湾的日子，然后跟大家讲一件事情，就是文章的飞机意外提早到，然后导致呢，我现在他飞机已经到了，我人却还没到，我现在超赶的要去找他。哇，我之前来机场只接过三下智久，有点忘记要去哪里接，我找一下。好，各位，我找到了，应该是这里国际线迎客大厅。经过一番折腾，我现在安全抵达。我们等文章来，好紧张哦！我超级紧张，这次要带文章去玩的。昨天晚上排行程排到超级晚，真的很难排，因为文章也去过九份啊、平溪这种观光一定要去的地方，所以就有点不知道带他去哪里。昨天跟我家人讨论到超晚的，那要等他出来，希望他这次可以玩得很开心。出家，你好。我们文章到台湾，第一站是先到机场的饮水机要喝水。啊，出た。これ。わ、もう俺びっくりしたね、これ。因为日本的饮水机没有这种纸杯，文章第一次看到的时候超兴奋的。サフ。飲みやすかった。そう、よかったね。いや、俺はね、グアバジュース飲みに来たから。もう走らないの。我们文章说他要给我看他的飞机餐。啊，副将取ったのか。啊，これ何パスタ？パエリアみたいなもん。ご飯なんか入っててね、めっちゃ美味しかった。これポテトサラダ。え、ハーゲンダッツあるじゃん。そう、ハーゲンダッツバニラ味。え、羨ましい。すごい。これめっちゃ美味しかったよ。うん。为什么你要拍这些影片？取った。あれ。很热哈。日本と気温多分5度ぐらい違うよ。但是我们很幸运的是没有下雨。でもね、ルーちゃんが言ってた通りめっちゃジメジメしてる。ルーちゃんが来る前にジメジメしてるから髪の毛セット強いやつ持ってきた方がいいよって。我们文章练习的中文呢？我想要游泳。对，可是呢，这里应该有机器可以买，他就不用讲这句话了。これじゃあこのコアラにしようかな。これコアラじゃないよ。え、じゃあ何？コアラだよ。え、コアラかな？もしかして。コアラだよ。絶対コアラだよ。結局ルーちゃんが買ってくれるんだ。文章太烦了。文章的悠悠卡。我有悠悠卡。对，文章看到捷运这个非常的兴奋。你叫什么名字？これ何？なんかすごいね。金入ってるよ。なんかワンピースと似てない？なんか。空島。そう。ガスボンベ持ってんのかな？他好可爱，看什么都很兴奋。我们现在要去的是文章他之前第一次来台湾的时候吃的石头火锅店，是西门町的旺角。那文章说他想要再吃一次，所以这次也带他来，就是这家旺角石头火锅。因为我们两个没有预约，所以差不多要等十分钟才能吃。ここは結構有名なところ。有名だね。干嘛呢？你可以改他那个。那他们这里饮料是自助式的，有奶茶，有绿茶。我很喜欢喝他们的奶茶。我们单点了蟹肉棒跟贡丸，是香菇丸哦。楽しみだな。前回ゴンは入れてないんだよ。入れてない。ふーちゃんが好きなイカボード入ってるよ。すすも。これ私大好きなやつ。魚餃子みたいな。我超级超级无敌爱吃鱼饺。我们文章来弄酱料了。耶，まずネギ、ブワー。ブワー。ニンニク。そう。ニンニクいいね。ニンニクもいっぱい入れよ。文章也加一点糖。酱油，酱油，嗯，酱油，完成。我觉得那个日式绿茶应该是甜的，如果文章喝了应该会吓一跳。ミルクティー美味しいね。でしょ？美味しい。そこまで甘くない。いやーすごい。ネギたっぷり。あとね、私の大好きなね、ヤングコーンもあるんですよ。これはお腹いっぱいになりそうだ。豚肉と牛肉とあとね羊があったみたいで、二人ともね今回は豚肉にしましたけど。那他们这个石头火锅的特色就是呢，他们会先炒一次爆香，この肉を鍋に入れてもう食べれる。おお、いっそ。これが台湾の鍋か。对，超好吃哦，富江。素晴らしい。然后我们文章加点的香菇丸，真的是疯掉。那个时候我们一点完餐，他就说我要点贡丸，我要点贡丸，好好笑。哇！然后还有这个文章的蟹肉棒，因为日本的火锅店都没有卖鱼饺，所以我每次回台湾都会吃超多。吃肉。他好开心哦。こういうのね、楽しい。日韓。加一堆菜。ソースはやっぱ日本にない味。美味しい。よかった。
大好き。他还吃贡丸呢。贡丸いっちゃおう。超好吃。好吃就好，开心就好。开心。あとこんなにも幸せがあるよ。全部あげるよ。加太多了吧，文章。台湾では何があっても鍋食べれば解決できるっていうのがある。鍋食べると幸せじゃない？わかる。しかも台湾の鍋っていっぱいな種類あるよね。台湾のいいとこは自分オリジナルのつけだれくれるっていうのがすごいね、いいなと思います。吃的酱料没有什么选择性。文章吃鱼饺了。これ美味しいかな？見た目なんか梅とか入ってそうで俺苦手な感じなんだけど。いや梅入ってないよ。じゃあ食べてみるね。うん。餃子入ってる。後味美味しいわ。なんか噛んでる時はここまでだけど、噛み終わった後餃子の香りがふわんってきて。私大好きなの。ご飯めっちゃ進む。もうこの間食べた。文章他刚才说可以再续一碗吗？我说可以，你想吃多少就吃多少。我跟大家说，我跟文章在这里一起吃火锅，我真的觉得超感动的，不知道为什么，就是觉得在台湾的日常可以跟文章这样一起共享是一件很幸福的事情。我们吃完了。啊，めっちゃ美味しかった。めっちゃ食べて好吧。对，我们文章吃超多。いやね、ニンニク食べたからね。ミンター麺もらいました。わ、台湾のマス赤いんだ。そう、違うのよ。見て、カレーとんかつバーガー。本当だ。これもいつも。そう、朝ごはん。ね、美味しそう。我真的很喜欢。やっぱりね、海外行くのは楽しいね。特にね、台湾はうちのね、ガイドがいるからね。開心。哇，我觉得我们文丹刚买这件衣服，老婆永远是对的。老公最棒，最棒。我们现在呢已经来到了台北一零一站，台北一零一呢也是文章说要来的。台北のねランドマークといえる場所にまだ行ってなかったので行きたいと思います。那我们现在坐捷运到台北一零一世贸站，那它这里是写说四号出口的话呢就是台北一零一。我自己也没有去一零一上面看过，所以蛮期待的。今日は一緒に楽しみましょう。来たぞ。我们买好票了。那台湾人的话呢，一张票是300块；外国人的话，一张票是600块。那他们说呢，因为现在好像91楼没有开放，所以能见度只有20，但是我们还是去看一下。叮叮，这里超级漂亮的。耶！すごいね、台北の夜景だ。いいね、超漂亮。見て見て、一零一。真的假的？真的是这样吗？一零一奖。哇，这个真的是一零一的意思哎，文章好厉害哦。だってほら、あれ雲だよ絶対。え、すごい。なんか多分今あそこら辺雨降ってんじゃん。え、すごい。ね、楽しい。哇，他们还有出这种台北一零一扭蛋公仔系列的台湾景点，完全不知道哎。好啦，我们今天来的时候是阴天，所以看不太到外面的风景。可是其实他们里面也蛮多东西可以逛的。今101のApple Storeに来てます。对，其实我刚才手机突然整个坏掉，想说怎么办怎么办怎么办，然后我跟文章就跑到 Apple Store， 结果就打开了。よかったね。Apple Store最高。最高だ。那我们已经来到饭店 check in 了，这里就是文章今晚要住的饭店。那我们文章刚才去便利商店买了两个饮料，他真的超可爱的。他一到便利商店里面就超兴奋，那他又买了芭乐汁，他真的超爱喝芭乐汁的，我也觉得好有趣。还有凤梨冰茶，因为文章之前去台湾的时候喝了凤梨绿茶，他觉得真的是太好喝了，所以他这一次也是选了凤梨冰茶。今日の鍋どうですか？とても美味しかった。特にあのごんは。でもね、ふーちゃん、ごんわんの違いわかるじゃん。今日の鍋屋さんのごんわんはね、いつも食べてるね、コリコリ感がなくて、あのコリコリ感がね、欲しかったかな。
あとねやっぱり野菜も取れてなんかいろんな種類のね食材を食べれるのがすごくね良かった。日本にない食材もいっぱいあったから。我真的觉得看到文当在台湾的感觉超级不可思议，然后看他玩得很开心，我也觉得很开心。俺はね食が合うからね、多分ずっと台湾住めるね。那要休息，跟大家说晚安，大家再见，拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。